アッツ島の守備隊は玉砕したらしい。俺たちも結局死ぬんだ。1943年5月、大本営は南方方面に方針転換したことなどからアッツ島を見捨てる決断を下した。日本軍守備隊は万歳突撃により玉砕、アッツ島は陥落した。これにより制海制空権を完全にアメリカ軍に握られた木塚島守備隊は孤立無援となった。上層部は本当に無責任だ。そもそもアッツ島の占領目的が陸海軍で一致してないし、連携もままならない。軍中央の離島防御への認識は不十分だし、中途半端な作戦立てるからこんなことになるのだ。それで方針が変わったから玉砕しろだと、人命軽視にも程があるのだ。木塚島守備隊も残された道は死か降伏かという状態なのだ。海軍殿。はい。大本営はアユーシャン方面の放棄を決定したが、木塚島守備隊は全員生きて撤収させるのだ。そのために僕たちに協力してほしいのだ。この撤退作戦を手棒作戦と名付けるのだ。わかりました。こうして敵軍が上陸していなかった木塚島は守備隊を撤退させる作戦が立てられた。手棒作戦の毛は運命をかけて乗るかそるかの勝負をするという意味の乾坤一擲から来ている。撤退作戦においては本来夜に駆逐艦などで行うのが最も効率の良い方法であったが、これまで多くの輸送船や駆逐艦をアメリカ軍に撃沈されていた海軍はこれに消極的だった。そこで潜水艦による守備隊への補給及び撤退作戦が実行されることとなった。しかし潜水艦による撤退作戦で傷病兵約800名の輸送に成功しました。しかし多くの潜水艦がアメリカ軍のレーダーに捕捉され砲撃を受けて損傷、3隻が沈没しました。そうか、残りの兵を撤退させるために作戦を練り直そう。新しい作戦はこうなのだ。この地域では時折濃霧が発生する。それを生かして高速で動ける駆逐艦が木塚湾に突入、素早く守備隊を収容して離脱するのだ。そんなうまくいきますかね。この作戦の鍵は視界がゼロになるほどの濃霧なのだ。この木塚島の天候状況は撤収部隊の使命を制する。だからあらかじめ潜水艦を木塚島近海に配備し、この地域の気象情報を通報させるのだ。あと万が一駆逐艦が肉眼でアメリカ軍に発見されても、アメリカ艦と誤認するように3本煙突のうち1本を白く塗りつぶして2本煙突に見えるようにしたり、偽の煙突を付け足したり、偽装工作を万全にして出撃しましょう。よし、これで守備隊を全員生きて撤収させるのだ。こうして木塚島守備隊撤退作戦毛棒作戦は1943年6月28日発動された。撤収決行予定日の7月12日。間もなく木塚島に到着します。まずいです。霧が晴れてきてしまいました。作戦中止。焦って敵に見つかれば全てが水の泡だ。作戦決行は明日に延期しよう。しかし翌日翌々日と全て途中で霧が晴れてしまい、木村は根拠地への帰投を決断した。必ずチャンスは巡ってくる。帰ればまた来られるからな。こうして作戦は中止されたのだが、手ぶらで根拠地に帰ってきた木村への批判は凄まじかった。連合艦隊司令部、さらに大本営から、なぜ突入しなかった、今すぐ作戦を再開し木塚湾へ突入せよなど豪々たる非難を浴びた。しかし木村はこの批判を意に介せず、濃霧が発生するのをじっと待っていた。そして気象台より7月25日以降、木塚島周辺に確実に霧が発生するとの予報です。ついにこの時が来たか。作戦を決行する。当日夜、撤収部隊は再出撃した。7月29日午後0時に艦隊は木塚湾に突入。うわぁ、敵艦発見。マジかよ、魚雷発射。落ち着け、あれはただの島だ。突入時に機関が敵艦隊発見を報じ、直ちに魚雷4本を発射。前段命中したように見えたが、目標は敵艦ではなく軍艦に似た形の島であったといい、当時の霧がどれほど濃かったかが伺える。到着した、怒りを下ろすぞ。しかし霧が濃すぎて島が見えない。これじゃ撤収作業なんてできないぞ。なんだ、霧が晴れてきた。おおい、助けに来たぞ。こっちだ。駆逐艦が来てくれた。これで日本に帰れるぞ。この時木塚湾内では一時的に霧が晴れる幸運があった。直ちに待ち構えていた木塚島守備隊員約5200名を上陸用舟艇によるキストン輸送で収容した。おい、武器は海に捨てろ。ええ、でもこれ天皇からいただいたものだし。駆逐艦は小さいんだ。できるだけ身軽にしなきゃいかん。武器はまた作ればいい。命は保管できないんだ。この撤退作戦を成功させるためにも武器は海に捨てるんだ。作戦の指揮を取った木村は携帯武器の放棄を命じた。これは守備隊を効率よく収容するためのものであったが、菊の御紋章がついた三太刀式歩兵銃は天皇陛下から下されたもので命より大事なものと陸軍兵士は教え込まれる。そのため強硬な反対意見が出たが、木村は譲らなかった。こうした木村の合理的な判断の甲斐もあり、わずか55分という短時間で守備隊全員の収容に成功した。
助かった。これで日本に帰れる。静かに、敵の潜水艦だ。攻撃してこないのか。撤収部隊は浮上航行中のアメリカ海軍の潜水艦と近距離でばったり遭遇した。しかし先ほど述べた通り、核艦が偽装工作を行っていたため、アメリカの潜水艦は撤収部隊をアメリカ艦隊と誤認したらしく、素通りしていった。こうして撤収艦隊は8月1日までに全艦無事に帰投し、奇跡とも言われる戦史上極めて珍しい無傷での撤退作戦は完了した。その2週間後の8月15日、アメリカ軍は艦艇100隻、兵力約3万4000名を持ってキスカ島に上陸した。敵発見、撃て。やめろ、あれはジャップじゃない、味方だ。濃霧の中一斉に上陸を開始したアメリカ軍は、もはや存在しない日本軍兵士との戦闘に備えて極度に緊張した状態で進軍したため、各所で同士討ちが発生、死者約100名、負傷者数十名を出してキスカ島攻略を完了した。後にアメリカ軍はキスカ島撤退作戦をパーフェクトゲームと称賛した。1945年2月、アメリカのフランクリン・ルーズベルト、イギリスのチャーチル、ソ連のスターリンが戦後処理について話し合う、ヤルタ会談がクリミア半島で開催された。ここでは戦後ドイツの分割統治、ポーランドの国境策定、バルト三国の処遇など東ヨーロッパの戦後処理が取り決められた。しかし、この他にもソ連とアメリカの間で、とある密約が交わされていた。スターリン君、なんだい？ここだけの話。ドイツが降伏したら3ヶ月以内に対日参戦してくんない？けど日ソ中立条約締結してるしな。もし協力してくれたら、日本の領土の千島列島を南からふとソ連にあげるからさ。ついでに満州の諸々の権益も欲しいっしょ。不登校マジ？じゃあやるわ。新各世界の体制と帝国の現状とに鑑み、戦争が終わった。だけど本当の意味では戦争は終わっていない。今現在もソ連は侵攻を続けているのだ。日本はポツダム宣言を受諾。しかし終戦後もソ連赤軍は侵攻を続け、その過程でソ連軍による日本の捕虜や民間人に対する苛烈な強姦や虐殺が行われ、現在でも日ロ両国間で過去を残している。ふう、戦争が終わった。これからは日本の復興に向けて頑張ろうな。戦争が終わり、大本営からの停戦命令を受けた現地の守備隊は、戦車を分解したり化学兵器の海没処分など武装解除を始めていた。そんな中、なんだ、ソ連が攻めてきたぞ。何だと？我々は武装解除しちまってるぞ。閣下、ソ連がシム首都に侵攻してきたようです。どうしましょう？ついにこの時が来たか。直ちに戦闘準備を整えるのだ。でも大本営からは停戦命令が出されていますよ。ここでやすやすとソ連の侵攻を許してしまったら、北海道東北まで一気に占領されてしまうぞ。アメリカが統治をする前にこれをやられると日本は分断国家になってしまう。停戦命令は出されているが、自衛のための戦闘は可能なはずだ。断固反撃に転じ、ソ連軍を撃退するのだ。こうして現地部隊は終戦ムードから一転、戦闘態勢に入った。しかし武装解除を始めた後の戦闘準備には時間を要し、戦車第11連隊長池田大佐の部隊も万全ではなかった。意を決した池田は部隊の将兵に対し訓示を行った。我々は大将を報じ、華僑に帰る日を胸にひたすら終戦業務に努めてきた。しかしことここに至った。もはや傲慢の剣を振るうほかはない。そこで皆にあえて問う。諸子は今赤穂浪士となり、恥を忍んでも将来に宮を奉然とするか、あるいは白虎隊となり玉砕もって民族の防波堤となり後世の歴史に問わんとするか。赤穂浪士たらんとする者は一歩前に出よう、白虎隊たらんとする者は手を挙げよう。池田が率いる各部隊の将兵は全員がこぞって手を挙げて答え、戦車第11連隊は出撃を開始した。進め。その後ソ連軍部隊を発見、戦機到来と見た池田は歩兵第73旅団長に突入する旨の伝聞を送り、歩兵の援護なく、代わりにあり合わせの工兵1個中隊の援護のみでソ連軍部隊を襲撃した。気を失せず敵を吸収し、一挙に敵を圧倒して水際に撃滅戦。他部隊兵卒の証言によると、霧が立ち込め極めて視界の悪い戦場で、池田大佐は先頭を走る連隊長車の砲塔から上半身を乗り出し、右手に日照旗、左手に軍刀をかざし、後続する車列の陣頭指揮を取っていたといい。池田連隊はこれより敵中に突入せんとす。祖国の八坂を祈る。戦車第11連隊の攻撃を受けたソ連軍主力部隊は耐えかねて上陸地点まで敗走した。さらに戦車第11連隊は2度目の攻撃を開始。この2度目の攻撃で池田は被弾炎上する連隊長車とともに戦死した。その後も第11連隊の奮戦は続き、中隊長らにも戦死者が続出しながらも、ソ連軍に多大な被害を与え、4日間にわたる戦いで日本はシム首都を守り抜いた。これにより北海道まで1週間で占領する予定だったソ連軍は、
当時の戦いにおいて最大の存在を出し、北海道北東部を占領しようとするソ連の日本分割統治計画を阻止することに成功した。日本がドイツや南北朝鮮、ベトナムのような占領による分断国家にならなかったのは、千島列島最北の小島、シムシ島を守り抜いたからと言えるだろう。これでソ連の北海道侵攻を阻止し、日本の石化を防ぐことができたな。しかし、この男が黙っていなかった。クソ。対日参戦の損害は大きいし、アメリカのトルーマン大統領には北海道東北部の占領を拒否されるし、全く何なんだよ、話が違うじゃねえか、こうなったら。樋口、お前を戦犯に指名する、東京裁判にかけて処刑してやる。やっぱり来たか。スターリンは樋口を戦犯に指名、アメリカに対し樋口の身柄引き渡しを要求した。これにある人々が立ち上がった。私たちは樋口さんにオトポール駅で助けてもらった。この恩は何としても返す。絶対に樋口さんの処刑を止めるんだ。世界ユダヤ人会議はいち早くこの動きを察知して、世界中のユダヤ人コミュニティを動かし、日本占領統治を指導していたマッカーサーはこの働きかけを受けて、ソ連への樋口の引き渡しは行わず身柄を保護した。オトポールでのユダヤ人救出、ヒスカ島撤退作戦、シュムシ島の戦いと3度にわたって奇跡を成し遂げた樋口中将。教科書には載らないものの、日本本土をソ連の侵攻から守り、戦後日本に平和がもたらされたのも彼の功績のおかげであると言える。樋口中将は晩年隠居生活を送り、毎朝厚津島の絵の前で手を合わせ、散っていった兵たちの冥福を祈っていたという。1970年に東京都文京区に転居し、その年に死去したのだ。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が面白いと思った方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。あとメンバーシップを開設しました。メンバーシップ限定動画では一般公開できなかった中の人の個人的意見や深掘り情報、近況報告などよりマニアックな動画を公開しています。ぜひこちらもチェックお願いします。またね。